津和野城市から見下ろす市街地津和野町は島根県の南西に位置する町。山間の小さな盆地に広がる街並みは小京都の代表格として知られている。また、毎年7月末に行われる祇園祭りの中で街中を練り歩く詐欺舞は津和野の,の代名詞であり国の重要無形民族文化財に指定されている。明治維新前には 津和の藩亀石の城下町であった。幕末期以降の廃物希釈と長崎から配慮されてきた霧主体へ、改修の教養が実施された歴史があるほか、文豪、森大外の出生地としても知られている。2005年9月25日、隣接していた日原町と合併し、新たな津和の町となった。現在の津和の町は三代目にあたる。町役場は、 合併前の日原町役場に置かれることとなった。2015年4月24日、文化庁は、日本遺産の最初の18件の一つとして、津和の根尺百景図を歩くを選んだと発表した。津和の警察署が管轄。その他、山院の小京都、津和のとして、全国京都会議に加盟している。道の駅、森外聖火、森外記念館青州急遽津和のカトリック。 境界市外局番は0856である。郵便物の周配は以下の郵便局が行っている。ありがとうございます。